210ぐらい。4番屋で210乗せてワンパットイーグル。ホールインワンはちなみにあるんですか？ありません。ソウさんはないです、全然ない。僕アルバトロスはです。マジで、はい、アルバトロスもない。2打目入っちゃったんですか？ロング2打目入っちゃったことあります。ほーすごー、ウエストワンズ。あ、今度クールストワンズ最終ホール跳ねて入ってちょうど見えたんですよ、みんな。見えてる時に入ったら嬉しいよね、はい、へえ。でも何ヤード先ですか？240ぐらいだったっ、ね、すげえ。スプーンで戦ってたから、うん、敵がこれぐらい近かったから。ああ、イーグルパット、これはいかなかん。いかなかん。そんないかなかで狙える。でなんかちょっと、まあ、景色良かった、ね、左ザーッて行けなんですけど、はい、でなんか跳ねてポンポンコシャンズ。ナイスアルバトロス。ヒロさんは打つ前にここに置くって決めてますもんね、ちゃんと。で行きますもんね。すごい。でも上手い人みんな決めてんじゃないですか。え、俺も決めてるけど行かないけど。で、サイブさん決めてますよね。ん？この辺に置くみたいなやつですか。そう。どこに打つ、ああいう球を打つ、この辺に着地するっていうのは大体イメージ。イメージはしてるんですけど、そうならない。これでもリンゴルオープンの人はドライバー使っちゃダメなんで。遊びだったらドライバー。ああ。届かない。意味ない。チャック外して。キーパーだけ。え、どこ行った？右？もうイーグル取って気抜けた？どこ行った？あ、多分バンカーの先。右バンカーの先です。戻した。あ、バンクラ入った。バンクラった。あ、ドライバー持ちますね。300あった。へえ。このロケーションでも。うん。でもなんか今日曲がるから今日だったら多分順調にします。はい。脇が開いてんのかな。脇閉めよう。脇締めてきた。脇締まった。よい。よきよき。よきよき。ナイスです。今日は風が舞ってます。なんかちょっといろいろ行く理由が脇にある気がしてきた。今日締めよう。脇だね。完全に脇だね。さあ、どれぐらい寄せてくるか。うまい。ナイスオン。こういうのすごい嫌い。このね、生え際が。生え際。早い。似合うブランドが違うなって思うんで、あー確かに。ゆうさんだったらどこがいいかな。ゆうちゃんはちなみにフェアリーパウダーめっちゃ着てる。しょうちゃんのマーク。へー。なんか普通にそのギラキラした感じのラッセルのとかも似合いそうだけど、うん、うん、
なんかギャロウェイとか普通に似合いそうと思います。ブーランで言うと、ギャロウェイのなんかこう大人ラインみたいな、あのレッドラインみたいなのがあるんで、うん、そっちの方とか結構似合いそうだなって思います。顔的にも。顔的に。男性が着ててほしいなっていう、うん。デザインが好きなのはパーリーゲイツは好きなんですけど、うん、やっぱり被るんで、被る。なんかどっかにパーリーゲイツが入ってるのは別にいいんですけど、そのザみたいな、全部みたいな、ドンって来られると、はいはい、おみたいな、ちょっと決まりすぎてて、よりはなんかこうどっかに入って、いろんなブランドミックスしてうまくミックスしてる人とか好きですね。ロサーセンとか結構好きかも。大人の人で。いやもうゆうちゃんが喜ぶフレーズばっかり出るんですね。ロサーセン。ロサーセン履いてる。ロサーセン着てる人は結構いいなと思います。特に40超えてから。30代では。30代でももちろん。はい、20代は。20代はもっとやっぱちょっと派手に行った方がいいんじゃないかな。ゆうちゃんまだ早かったね。じゃあ残念ながら。早かった。早かった。え、20代なんですか。ゆうちゃんは20代。うん、嘘。あの顔でですね。あの顔で。貫禄がある。それがゆうちゃん。はい、今日一番びっくりしました。おお、いいボール。飛ばないね。まあまあでも。ネクスジェンのボールになった。ネクスジェンで喜んでた。これいいんですよ、ブリヂストンのボールで。ネクスジェンのボール。手前でしょ。まあ。向いてるところ。今ちょっとあれだよ、アドバイスもらうといいかもよ。肩が下がっちゃってるっていうリアクションをしてくれてた。ああ、それの練習すごいやった。やりました。やりました。ほら、僕がやるとね、嘘くさく見えちゃう。わあ。ナイスショー。うわ、ナイスオン。これはやっぱ体重心移動プラス体が開かないですよね。前でやっぱ打てますもんね、はい、うん、やっぱやりました、やりました。あ、ほらほら、でも本当それだけやってればいいですよ。ほら急に信憑性あるでしょ。この左側のです。あそこに落とす。でかい。いや結構ナイス。ナイスオン。おうまっ。おっ、惜しい。オッケーイ。うわっ、うわっ。そうなりますよね、どんどんこう、ね、どこ狙うんですか、旗ですか。わかんないですけど、とりあえず左の端打ってみようかなと思います。クラブハウスの端。いや、あの、このあ、このスレスレ、はい、そこ行くよ。違う。いや、いいと思う。でも、あそこにあるもんね、あれは、はい、旗がなんか、もしかしたらすごいドックしてて狙えない可能性がありますね。220ぐらい目安に行きます。はい、よいしょ。さすがドヒャ。よし、ショットです。ドロー。よいしょ、よいしょ。よっしゃ。
こんなかっこいいな。それ絶対笑うよね。大丈夫、フェアウェイ。今回初めてのリンゴルフでしたが、はい、どうでしたか？いやもう最初から最後まで緊張しっぱなしです、ね、絶対してないっていや多分人生で一番緊張してる一日だと思う。後半でもほっこりしてませんでした？ほっこりして太陽が出てきて、あ、そうですね、こうのほうほうみたいないやでもガチだって言ってたんで昼からですよね。ガチでやってるんですけど、全然なんかイーグルとかバージーとかなんか太刀打ちできなさすぎて頑張ってやってるんですけど追いつかずですね。結局誰も丸取ってないですから。そう、はい、ここ最後ハンデホールあるんでまた頑張ろう。あ、ハンデここ頑張ろう。俺もはい、もう頑張りましょう。大瓶打ったから。あ、誰も広さに勝ててない。よし、でも丸2個だけ。あー無理だね。247。いや別にフィルに言ってないけど。いいとこまで言ってる。照れた。130。超えました。こう振ってるんですよね。おお、めっちゃいい。いやいや、それ他の人の他のディボットありがとうございます。なんで通ってた？おお、戻ったじゃないですか？ちょっと大きいですけど、多分グリーンに乗ったかなと思います。皆さんはちゃんと打ったんですけれども。ボコッとはまっちゃいました。左にドライバーでってここなんで、飛ぶ人はリンゴロープ気をつけてください。はい、もうもはやもうハザード木の上ですね。そのっていうより狙いは。そう、ナイスリカバース。ちゃんと打った。そう。アプローチ。スピン系？止まりました。連れてこなきゃ。待っててください。はい。すごいの連れてくるんですか。すごいのね。戦いましょう。ダメだ。これじゃ勝てない。はい。ちょっと前に来てください。もうちょっと前。ここ側下の方がまだいい。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございます。今日は前半も後半もやられました。はい、いやいや。乾杯っす。乾杯。太刀打ちならず。ですね、前半イーグルも取られても あ, ありがとうございます。あれはできすぎですね。うま、ん、すぎます。ラッキーゴルピアもあるんですね。まあ、これがゴルピアですよ。どうですか、一緒に回ってみて感想は。いや、思ったよりたくさん知っててくれてありがとうございます。いやいやいや、もう
俺もびっくり。あ、ありがとうございます。すみません。やっぱりね、ちゃんとしとかないと、そういうとこは。さっきあの YouTube のコミュニティに一緒に撮影してますってあげたら、はい、もう上がるの楽しみにしてるって人がいっぱいいて、やっぱり同じ視聴者の人が見てるんだなっていうので、結構なんか言ってくれてたみたいで、皆さん、うん、一番やってほしいって来たもんね、 YouTuber でやってほしい、うん、コラボしてほしい人たちいますかみたいな。コルピアとコラボ、もう本当にもう感無量。ただただでもこれじゃ終われないので、次回バトルに来るの連れてきます。うちもっとすごいのいるんで。うちももっとすごいのいるんで。いるんですか？ここら一応こう。あのもう3人なんですけど、今日は欠席してるので。ユウさんの方がもっとすごいんですか？ヒロさんとユウさんはどっちがすごいですか？同じぐらい。同じぐらい。らいじゃあ2人だったらって。じゃあうちも2人連れてくるんで。うん、じゃあこれどうしたらいいですか？これはカメラマン。カメラマン。これはちょっとあの。弱めのリンゴ、弱めのリンゴ、よかったですね、なんか、うん、やってよかったですね、勝ってよかったですね、本当に強すぎた、ないよね、C チームと B チームですから、ね、で、C、B、A がいるんで、あ、ね、A チームをちょっと今度 D、A、A ですから、ね、はい、連れてきてまたやらせてください。お願いします。こちらこそお願いします。あのただですね、12月22日ぜひとも出ていただきたいとは思ってるんですけど、負けたけどね、はい、負けたけど、勝ったけどね、そういう体だったんですね、うん、そうちゃんは、いや俺はもう負けたらもうルンルンで出るつもりだった。いや負けてますよ、そうちゃんは。あ、俺は、はい、あ確かに俺はここでは負けてるね。そうちゃん単体で考えたら負けてますから。ってことは俺出なきゃいけないから、うん、出なさい、うん、出て決勝行こうか。いやそれは無理。え、はい、判定戦ですか、うん、スクラッチジャンプです。分からんよ。ありました、このコース。すごかった。見た。すごかった。これ一回連弾来た方がいい。来た方がいいですね。はい。12月22日。まだ枠はあるのかな。うん、もう一回締め切った。一回締め切った。また追加だけど、キャンセルはありそうなんですかね。分かんない。分かんない。はい、ゴルピア枠ありますよ。ね、何人ゴルピア枠3個くらい。あ、3人じゃないですか。1人じゃないですか。3個ある。そうなんですか。はい、いらっしゃオープンなんで。僕もですか。オープン。はい、あ、じゃあ、出なきゃ。はい、ちょっと賞金も何も出ない。一回おばあちゃんに聞きます。はい、おばあちゃん。じゃあ宝塚は私とゆっこと、とりあえず今コリンちゃんかな、コリンちゃんが来てくれることになってますので、よろしくお願いします。で ABC は枠が追加したので、皆さんよかったらキャンセル待ちなど応募してみてください。平日なんですか？平日です。ABC は。ABC は、はい、では締めます。はい、なんかうちの視聴者に。聞きたいこととかありますか？こういうコメントくださいみたいな。あ、ある？あるでしょうが。何？なかったっけ？あ、何？男性が着ててかっこいいなとかいいなと思うブランドを教えてください。おー、コメント欄。コメント欄。はい、コメント欄は、着てほしい、男性に着てほしいウェアのブランド。それは答えるのは男性でもいいんですよね。いや、女性の方がいい。できれば女性。できれば女性。まあ、わかんないんで。女性の手で。はい。問わず。うん、はい、来てほしい、来てたらかっこいいなっていうブランド、ブランド、はい、皆さんゴルピアさんもたくさん見てくださいね、はい、概要欄リンクにゴルピアさんの YouTube 貼っておきますので、8万人みんな来てくれたらわからんね、はい、全員行きましょう、はい、よろしくお願いします、はいはい、YouTube のチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。次回の動画も楽しみにしててください。バイバーイ。バイバーイ。